突進が出てる。検証動画的にですね。噂のカンナの王子です。決まれてる。和田です。はい、というわけで山田がね、久しぶりに。わー、すごい。もともと本当に文字肌なんですよね。そう、今日ね、肌の調子も良かったんです。はい。ただ、ちょっとこの動画ですね、検証動画となっておりまして、肌質はね、すごくいいですよ。肌の毛並みも細かいんですけど、はい、ここら辺がね、吹き出物じゃない発疹が出てるんですよ。おそらくこれはあれなんですね。その答えは本編でも実際これにやっても効果あるのかなっていうのもちょっと気になったんですよ。ただ実際はこれは皮膚科に行った方がいいんですけど、何度も言いますけど、これ皮膚科に行ってください。一般の方はね。ただちょっと検証の意味も込めて、これにクレンジングして血行のですね、温めるヒートテックプロテインですね。ヒートテックプロテインですね。そこでいますよ。ヒートショックでしょ。気づかなかった。気づきませんでした。2回も言ったの。2回言って同じ。あれですね。そうです。ショックの方ですよ。なんか一般的でちょっとしんなりきちゃいました。しんなり。しっくりでしょ。しんなり思わないでしょ。食べさせないでください。ボケたらボケ返されるみたいな。難しいよね、ツッコミってね。難しいよね。こんな感じで毎日練習しております。はい、というわけで本編行ってみてください。はい、どうぞ。まずていきますね。今日はですね、王子美容デイズ。美容師に行って言ってる以上、ちょっと綺麗にした方がいいと思うんですよ。そんなに肌荒れてんのに王子なんですかって言われたら、確かにっていう。最近また荒れました。いや、ただね、一時期のピークはこうやって治ったんですけど、はい、まあ、ただ寝てないっていうのもあってですね、多分ね、ちょっと心筋に感染してんじゃねえかなっていうのもちょっとあり、真実の菌ですね。あ、そっちの心ですね。心筋と書いて、まあ、カビのことなんですけど、うん、スポーツ選手とかね、動物飼ってる人に結構出るんですけど。動物飼ってましたか？ただね、ついこの間ちょっと動物と触れ合う機会があって、それで感染してんじゃないかなってい う、まあ、確かにね、僕吹き出物できやすいんですけど、かゆ、うん、いんですよ。あ、かゆみも出てるんですね。多分感染してんなっていうので、皮膚科に行きたいんですけど。行かせてください。行かせてください。あ、そっち行かせてください。行く暇がないっていうこと。今連休中なわけですよ。あ、そうですよ。連休中もお休みだから。基本的には心筋感染がですね、皮膚科に行っても抗菌剤を使うのが一番いいんですけど、いかんせんね、連休中で行けないんですよ。なので、ちょっとこれ検証動画的にですね、クレンジングがいいのかどうかっていうのをちょっと身をもってやってみようかなと。石膏パックで改善するのかどうかっていうのをちょっとね、これね、ちょっとさ、同業者の先生もね、いや、心筋だったら皮膚科でしょっていうのは、それはもうね、もう、わどもがななんですけど、何せ いけないっていうことと、まあ、僕の肌なんで、ちょっと実験がてらですね、やってみようということで、やっていきまーす。はい、でも肌柔らかい。めっちゃ柔らかいです。言うても、最近美容針も受けたし、あやさんとかね、マキエル先生にもパックしてもらったりもしてたから、肌自体は、ね、状態がいいんですよ。うん、すごい。ただ、この発石が出るっていう。そうですね。完全にカビやなっていう。それだけですね、なんかね。肌はね、ほんとね、もちもちして、ほんと羨ましい。いいだろう。うん、悔しい。実はね、肌で一番健康的なのは王子節っていうのが、ね、有力だからね。特にあの毛穴の詰まりもないんで。言うてもね、ちゃんとスキンケアもやってはいるんですよ。ただ、心筋感染は正直スキンケアしても治るもんじゃないので、ただまあ基本的にはね、毛穴に詰みつく菌なので、毛穴をクレンジングしたらひょっとしたらみたいな部分もあるので。
から皆さん何度も言いますけど、新規感染したら皮膚科に行って、ね、基本人にうつるようなものではないんですけど、ただやっぱ不衛生にしたりとか同じタオルとか使っちゃったらうつる可能性っていうのはあるので、免疫力さえしっかりしていれば基本的にはうつんないんですけど、ただそういうこともあるので皮膚科に行きましょう。あとね、気温の癖があるんですよ。ヒゲっていうことですか？そうね、ヒゲとか。たまにヒゲってやっぱこう剃り残すと、こう一本ちょろんってこう宝毛みたいに残るわけですよ。ああ、そういうことですね。こう指でこう。指で取るんですか？そう、指で取る癖があるから。そんな癖ある人初めて聞きまして。意外といるよね。ね。ね。そうなんですか。でもやっぱり毛抜くのってあんまりいいことじゃなくて傷になっちゃうので、あれしかも埋没毛って言ってこう縦に生えてるものがこう横になることがあるんですよね、抜けきれずに毛根が。そうなっちゃうと結構炎症の原因になっちゃうので、あんま抜くのは良くないんですけど、抜いちゃうのがしょうがないよね。癖ですね、快感なんでしょうね。しまったって言っちゃいました。いや普段そんなことないんですけど、ちょっと出ちゃったんですかね。久しぶりにクレンジングをね受けましたけど、はい、この泡は非常に気持ちいいですか？こんなにもちもちしたのは自分ではね正直難しいんですね。これ炭酸の力ってね、すごいですね。あ、答えが水を飲んでおります。泡付けられたまま放置している時からでした。特徴的なのが、結構丸みを帯びた赤い発疹みたいなのができるんですよね。こう周りがこうちょっとね、皮膚がこうなんていうのかな、白くこうバサってこうこの辺とかなってると思うんですけど、で真ん中はね意外と綺麗だったりするんです。まあここちょっとね引っかいちゃったからあれなんですけど、この辺とかも赤みがある割には真ん中にニキビみたいな白いのがないんですよね。結構心筋による皮膚症状の特徴で、おそらくこれ心筋かなっていう風な感じなんですよね。全体的に、うん、ね、そうなんかニキビとかだとこの真ん中にね白いポチっていうのが、そうですね、ありますもんね。いわゆる視線ができるんですけど、それは確かにないですね。一時期ね肌荒れてた時は多分あれ吹き出物でニキビだったんですけど、はい、今のこれ多分ねニキビによって傷ができちゃって、そこにカビが入って感染して、寝てもないから免疫力も下がって、で食事もあんま取ってないから栄養も足りておらず、で、カビに感染したみたいな。ああ、すごい。このご時世に殺す気ではなくてカビにかかるっていうね。最悪ですね。今、洗顔クレンジングしただけでも、かなり白くなりましたね。汚れがほっちり取れましたね。では、エコーバッグの下に、今回は金箔ローション、じゃーん。こちらを塗っていきたいと思います。実際の施術では、その方に合わせたローションを塗っていきます。うん、ちょっとひんやりします。すげえいい気持ちで、もう寝ちゃうねこれと思った瞬間のこの一撃よ。このヒヤッとした感じがね気持ちいいんですよ。寝てから言うというこれね、ハケで塗るってことおそらく皆さんされないと思うんですけど、ね、気持ちいいんですよねこれ。で全体的に塗りました。はい、この菌を熱の力でやっつけることができるのか、多分できないと思うんですけど結論は分かってる。でもちょっとね検証としてね、これでこうもし感染するのかだったら、それはそれでちょっと研究として面白いなっていうのもあったので、ではパックをしていきます。もう目元も口元も覆うんで喋れません。喋れます。喋れないんです。固めますか？固めます。そんなことしたら本当すごいです。熱っ。あれ熱かったです。なんだろう。今日なんか日頃の恨みがあるのかな。え、絶対熱くないんですよ。心地よくなかった。あれかな。こういう時に返してない恨みかな。あ、そういえばそうですね。出ちゃいました。下に入れもらったっけって言いながら、ちゃんとライブ配信してたという事件。で、ホワイトデーを返してないという。ああ、ありま
ましたね。ではお口元チャックをします。これが気持ちいいんですよね。通常はもうあの顔だけなんですけど、今日は私頑張って首のこのあたりにやっていきたいと思います。もうこうなると誰だかわからないので、誰でしょうね。もしかしたら違う人になっとうかもしれないですね。ふたりかいって言っちゃいます。では今からじゃーん、この石膏パックを作っていって持っていきたいと思います。まずまずこんな感じです。通常こうやって耳元で絶対することはないんですけどね。もうガシャ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 おそらくうるさいと見せようと思ってですね、普段こんなことしないのですごい言い訳するんですけど、見せようとしたら飛んでいってしまいました。言い訳がすごい私のせいじゃないんです。誰のせい？視聴者さんのせい。違います違います。視聴者さんが見たがるようになって視聴者さんのせいにしたってわけじゃないですよ。あれのせいでしょうね、こればっかりはね。視聴者さんのせい。はい、では乗せていきたいと思います。こんな感じでポテトという感じになってますので乗せていきます。少しお願いします。これで塊的に熱が生まれるあれですよね。ちょっとショックな表現ですね。これで温まって熱が発生する。お顔もすっきり、もちろんむくみすっきり、小顔効果もあるっていうですから、美容神経と抗体でされる方非常に多いです。これね、この鼻まで塞ぐと息ができないので、そうします。よし、みんなく使っていきます。ではこれでしばらく置いて固めていきます。ガチガチに固まっております。しかもほんのりあったかいです。では一体この方はどなたなんでしょうか。じゃーん、こんな感じです。カチカチです。化粧水を買ってます。かなり使ってる化粧品ですね。化粧水もそうだし、クレンジングも洗顔もハイテクのものになります。自分が使ってすごいなと思ったクレンジングオイルなんですけれども、全然突っ張らないんですよ。ふーんあれは本当に感動します。オイルってやはりあの突っ張るイメージがすごい強いと思うんですよね、皆さん。でもやはりあの洗浄能力高いのでとっても綺麗に取れるんですよね。角栓を取るっていうのはやはりオイルがいいんですけど、どうしても突っ張るイメージがあったんですけれども、びっくりするぐらい突っ張らない。これはすごいなと思うので、ぜひぜひおすすめです。はい、楽しみ様でした。あれ、なんかかぶせとこうかな。おはようございます。おはようございます。まだ開いておりませんが。開いてます。あ、開いてるんですか。全然開いてるように見えないんですけれども、ちょっとどうだったか感想を聞かせていただきたいんですけれども、あれですね、眠いよね。え？そういう感想。閉めてましたね。閉めました。いや、もうキュッと閉まってますね。お肌の状態本当にすごい。爪はね、もともとかないと思うんですけど、あとこの痒みがどうなるかですね。今は？今はね、ない。今はないです。全然ない。ただ熱で死ぬほどカビってそんなに弱くないから、多分治りはしないんですけど、はい、症状が改善するのかこのまま治るのか見ていきたいと思います。はい、ます。ではこういったですね、施術動画、美容情報、健康情報を配信していきますので、チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でーす。はい。ちゃんとホワイトデーをできたというね。そうだったんですか。ありがとうございます。これ美味しいですよね。わざわざ本店まで買いに行って、 あの博多の。そうでございます。 ありがとうございます。嬉しい。これ大好きなやつです。高価といえばのですね。そうですね、チョコレートショップさんの石畳チョコレート。そうそう、
これ賞味期限超短いですよね。はい、だから早く送ってください。 ありがとうございます。はい、大好きな何しろはい、ありがとうございます。